はい、どうも、今日はね、あれ、仕事早かったから床屋行ってきました、さっぱり。ね、はい、やりましょうか。はい。くじこの生存確認、生存確認の家をもう一回、換気間違えちゃったね、前に。2017年6月の1日月曜日、今日早め、いいね。うん、さっぱり。あ、いいね。カニバダレ。うん。明日私は旅に出ます。あなたの知らない人と二人で、いつかあなたと行くはずだった。春まだ浅い信濃路へ。行く先々で思い出すのは、あなたのことだと分かっています。その寂しさがきっと私を変えてくれると思いたいのです。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。私にとってあなたは今も眩しい一つの青春なんです。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。都会の隅であなたを待って、私は季節に取り残されたそんな気持ちの中の焦りが私を旅に誘うのでしょうか。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。さよならはいつまで経ってもとても言えそうにありません。こんな形で終わることしかできない私を許してください。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。はい、こんばんは。今夜もね、あずさ2号を歌いました。2017年。6月の5日月曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげな生存確認の一環としてこんな風に話してます。はい、こんばんはね。今日は早かったからね、床屋に行ってきましたよね。いつもの髪型ね。はい、こんばんは。どうも。はい、お願いします。はい、どうも。あ、どうも、ダイさん、どうもね。床屋行ってきたけどさっぱり。うん、どうも。辛いですよ、どうもね。はい、清水さん、どうもね。こんばんはね。さっぱり。しきもちゃん、顔も剃ってもらったんでね。ちゃんと綺麗に剃れて。いいね。いつも剃り残してたらやん。じゃあ、そこやっとったね、こうやって。うん、今度たぶんね、小田和正。うん、うん。きっちり。ああ、疲れた。ああ、今日も、今日も疲れたね。ああ、まだ月曜だからね。今週は。でも今週は、まあ、土日休みの予定なんでね。今週末、土日休みだったら、もう入ってるけどね。うん、まあ、6日後。うん。土日休みでしたら、キャンプに行こう。今回早く出ようかな。ならないよ、別に。なりませんよ。こんばんは。一休さん、どうもね。じゃあ、今夜もアルコールバーナーで、お夜食行こうかな。今夜のお夜食、いいかな。今夜もアルコールバーナーでお夜食行こう。お夜食。アルコールバーナー。アルコールバーナーとライターはこれ。いつものライター。これ、ほんといいよ、このライター。アルコールライターね。アルコールライター。アルコールバーナー。行くよー。こんなもんいいかな。じゃあ行くよ。
ブルコーブ、アルコールバーナーライス、ご飯、ホヤショップ、が点火。はい、じゃあ、今日フライパン持ってこうか。どうもね。いつものフライパンのっけて、今日これだね、今日生揚げです。本日生揚げします。おなじみ相模屋の絹厚揚げ、生揚げね。これ袋表に厚揚げって書いてあるけどさ、裏の名称は生揚げだからね。見たら生揚げね、書いてある生揚げってね。生揚げ。じゃあこれ切ってこようか。これ生揚げ炒め。ちょっと切ってくる。今日は三角形に切ってきた。はい、今回は三角形に切ってきたよ、生揚げ。はい。生揚げ。お、いいね、生揚げ炒め。こんな感じでいいじゃない。今日は生揚げ炒めでいきます。どうも。ベーコンは今日は、ね、生揚げだけです。生揚げ。塩、味は塩を振ろうか。塩、味付けは塩で。お塩。食塩。食卓塩。1。うん。こんなもんでいいかな。3回ぐらいで。あ、十分。あ、塩焼き、塩炒め。生揚げの塩炒めだ。もういい音ですよ、十分。生揚げは手軽でいいな、ほんとな。手軽で。塩かけたら塩混ぜる意味はってちょっとね、繰り返そうかな。塩切ったからね。塩をま、なじませる意味で。生揚げの塩炒め。今日は三角形に割った、いつもの生揚げを。もう今日も生揚げよ。お手頃生揚げ。相模屋のやつよ、相模屋のやつ。塩炒めです。まず今日これにね、あ、今日お酒飲もうってこうか。今日のお酒、ちょっとお酒、持ってくようか。今日はね、お酒
はい、今夜もいつもの練習だ。はい、これで、いつものコップで。はい、あ、いい感じ。生揚げ炒めたら。今日は生揚げ炒めです。生揚げで、生揚げだけが食べしいんでね、チンゲン菜もちょっと入れようかな。チンゲン菜と食べて、これもしなってたら、チンゲン菜がしなってくればいいだろう。チンゲン菜、チンゲン菜と生揚げについてます。こんな感じです。安いから、前から生揚げ前から使う。昨日も生揚げ外で焼いたもんな。生揚げ安いんだもん。お手頃でいいよ。お手頃。さっき最初に塩振ったんでね、こうやって混ぜたら一応混ざると思うんで。青菜がしなってきたらいいやな。もういい感じだ。最初に塩振ってるんで、もう混ざってると思うんで、いただきます。今日生揚げて青菜炒め。青菜は新鮮さ。もう。じゃあ一杯いこうか、一杯いこうか。あ、どうも。カラちゃんどうもね。切ったでしょ。今日もこれ飲みます。そうね、はい、冷静になって、はい、乾杯。正面いくか、正面。はい、こんな感じで。おー、生揚げのいい香りだ。青菜もいい感じ。これ、チンゲン菜。揚げた塩のみで。それでいこう。生揚げもバリバリになってきた。お、いい感じ、いい感じ。これ、相模屋のね、相模屋のやつ。相模屋の生揚げ。木の厚揚げってやつですね。これ、はい。いいね。青菜とこっと、チンゲン菜も一緒にしよう。うん。お、いいね。うん。じゃあ、これ止めます。はい、完成。今日は生揚げ炒め。生揚げと、新鮮さの塩炒め。塩だけでやろう、ほんと。じゃあ行こうか。ああ、はい。うん。まあまあ。いいね。これ、相模屋のはうまいよね、これね。もう。で、いっぱい。うん、そうな、チンゲン菜だよ。
子供が名前が多いでしょ。あ、希望さんがさ、牛タンを焼くみたいに僕は名前だよな。うん。いや、200円もいいな、これ。これ昨日、このちっちゃめの金銀座3株入ってね、40円だったら30いくらだから、税込み40円ぐらいか。でも、その2株使ったんで、残りの1株なんで、10円ぐらいが金銀座10円で、生揚げこれ90円だと100円か。100円ぐらい。すごい安い。100円ぐらいこれ。金銀座1株と生揚げで100円ぐらい。わかった？お疲れ様。ありがとうね。うん。わかった？一休さん、これ100円ぐらいよ。そんなにないよ。金銀さん、これ昨日なんだよ。2株使ったよ、昨日2株。3つ入って、小さいのが3つ入って30円台で、30いくらだったからね。うん、そのうち一応残りの1株と生揚げと。うん。100円ぐらい。うん。だいたい僕安い。昨日のアウトドアもね、日帰りがあって、あれも、交通費のみだ全部込みで2000円以内でもあれ。うん。だいたい2000円がペン。我慢しないよ。うん。生活のために働いてますよ。あ、うまい。あとはきっちりよ。悩みとか。今日は2杯やめとこうかな。2杯やめとこう。日本酒でいいもんか、日本酒。大乾杯。高いもんな。焼き坊さんもすごいよな、食材がいつもね。焼肉とかさ、飲むのビールとかさ。うん。うん。最初だけでしょ。一番最初だけ、焚き火台とか最初だけなら、ね、3000円とか4000円とか5000円とかさ。でも一回買っちゃえばもうずっと使えもんや。うん。うん、男の子だった、可愛らしい、うん、だきっと理容師には結構同性愛とかいるかもしれないな、大体ね。理容師ってさ、理容師になる男の子はさ、多分同性愛系多いかもしれないね、うん、僕ね、いつも思い出て。1250円、頭剃って顔剃って1250円、あそこ安くていいな。あ、サンポップ町屋のところのとこだね。以前緑色ビルに入ってて、今サンポップ町屋。あれでいいよ、1250円で顔も剃ってもらえてね、あれちょうどいいやな。どうせやで、僕。どうせお股がだし、女の子のお股がいい、僕は。女の子のお股がいいよ、僕は。男の子やだ。今日は生揚げだよ、生揚げ。今日は生揚げ。生揚げ炒め。相模屋のやつよ。うん。うん、うまい。あ、うまいね。ああ。じゃあ、これでおしまい。いいんですか。今度、シャンプーはさ、あれ、前に冷凍して、あれ持ってこう。
冷凍庫に入ってるの。吊るし焼き豚一本と、鶏皮と鶏の胸肉とロース肉。あれ持ってスーパー寄らないね。寄らない。コンビニだけで寄って。うん。やりませんよ、僕。生活はそのまま。最近転げ込んできたらね、ゆうちょに預けます。うん。祖母がそんな人間よ。うん。全額郵便貯金に回しようかな。そんな考えだよね。5000万でも6000万でも入ってきたら全額郵便貯金。それで、普段通り働いて、普段通りの生活を送りたいと思う。僕はそんな人間。入ってきたからそんなもん使わないよ。万が一の貯金に回せる僕は。普通そうでしょうね。どうも、ね、今日は生揚げが最後の時だ。うん。いいよね、大丈夫な。0.8 ミリってことでやってみます。0.8 ミリ。うん、山芋さんは、あれ。ロギーモさんね、ロギーモさんね。ロギコン先生だからね、あの人ね。しますよ、うん。いくらあったら全額預貯金に回す。では、目いっぱい入れるってことで、回んない分他の口座に入れるよ、だから、うん。もうそんな人間よ、いくらあったって僕は。全額預貯金。そんな人間です。お金が入ってきたからって、そんなものを使ったりしないことです。普段通り、毎日仕事に通って、普段通りの生活でやってきて。そういう店は顔剃ってもらえないんだから、もう顔を剃ってしてほしいから、もうそういう店行かない。僕、ひげ剃りしてたからさ、床屋に行った時ぐらい、きれいに剃ってもらえないから、顔剃りがしたいしてほしいんで、もう、そういう安いのはダメよ、カット専門店は。顔掃除やってくんないから。わかった？もう顔掃除をしてやってほしいんでね。そういうとこはいいかな。顔掃除、それが大事です。ね、床屋に行った時ぐらい綺麗に剃ってほしいもんな、顔ね。うん。いい、それ。うん、まだ若いからだ、ね、暮らし方がまだ若いからいろいろあるよね、うん、まだ若いから、だから生きていくために働かないとダメだよ。世間ではさ、いろいろ見てるとさ、生活保護すごいもらってんのいるけどさ、だからってみんなもらっちゃしょうがないよ。ね。幸せはね、まあ、死の持ちようだからさ、何やっても幸せと思えばいいんだよ。ね。何やっても、ほら、死の持ちようだから。死の持ち方しないとどうしようもないと何しても幸せとは思えないだけで。死の持ちよう。ね。お互い様みんな。みんな一緒だからさ。どうせいつか死ぬんだから、そういう気軽な思いで生きてればいいんですよ。どうせいつか死ぬんだから、死ぬまで生きてよ。それでいいじゃないか。どうせ死ぬんだから。宝くじなんか買わないよ、お前。宝くじ買うんだったら僕、ソープランド行くよ。矛盾だろうけどね。でもそうだよな、その宝くじ。宝くじ2万3万買うんだったら、その2万3万をソープランド使った方がいいよな。うん、納得納得。ね。納得。うん。もうそんな人間。バカみたいに宝くじ買わない。そう、お互い様。矛盾だらけの人間よ。矛盾をね、あんまり受け入れないためよ。人間ってそういうもんだから。何やっても矛盾から逃れらんない。それが人間だから。うん。矛盾だらけの人間。いいこともするし、悪いこともする。それが人間なんだよ。
それを嫌になった人間が、それを受け入れられない人間が僕は自殺したりとかさ、バカみたいに心療内科通うのかなって僕は思う。うん、受け入れられない人間がさ、うつ病とか言ったらおかしくなってさ、僕はそう思うな。うん、受け入れられた、それ人間って。誰しもが悪いこともすればいいこともする。みんなそう。行きたいですよね。行けずに、ゆとりないんだもん、そういうの。ないから。行ったら生活困っちゃう。うん、どうだ、わかんないもん。矛盾だらけの人間は、その矛盾を、矛盾を矛盾としてそういうものと思うとなっちゃう。それが人間なんだよ。何がさ、人間から矛盾は、それは池波さんがよく言ってた。池波さん大好きだからな。池波さんのそれはね、基本的考えだよ。池波正太郎さん。あの人はそういう考えだからね。だから、国策、そう、いいこともする、悪いこともする。ね。いいことしか人間もいなくて、悪いことしかした人間もいない。誰しもがそう。みんなそう。僕もそう思う。こんばんは、バッハ、どうも、今日はね、生揚げ炒めて、もう食べ終わった。美味しくいただいて、もうこれ、いつものこのお酒をね、冷酒にしたやつ、2杯ほど飲んだ。どうも。ソープランド行きたい、ゆとりはないんだよ。勝彦さんはソープランド行くゆとりありませんよ。だから行かないの。ないよ、全然。だから、宝くじ当たったらって言って無人だけど買わないからね。だからもう、なんか大金が入ってきて、まあ宝くじ行きたいね、ソープランドね。うん、よく海外旅行とか行きたいからしてるけど、そんなもん海外旅行なんか行きたいと思わない。海外旅行行くんだったらソープランド行きたい。うん。ソープランド行って、おまたとスキンシップしたいです。お年頃の女の子のおまたとスキンシップしたい。もうそんな人間よ。ね。どっか旅行行く、海外旅行行くんだったらさ、繁華街のあるソープランドに行って、お年頃の女の子のおまたとスキンシップしたいです。休みならキャンプ行く、そうよ、うん。そうね、こんばんはね。宝くじって買わなくていろんなんじゃ、ラジオとか聞くとさ、プレゼントとかあるし。あんじゃ、TBS ラジオなんかよくやってるよね、プレゼント。あれ、教習所習慣でさ、宝くじプレゼント。もうそんなんで僕、そんなんで宝くじが手に入る場合もあるからさ。もうそれが、仮にそれに当たってさ、それが当たった場合も、そしてホープランド行く。そういうこともあるよ。買わなくてもさ、ラジオとか聞いてる人わかると思うけどさ、教習所習慣なんかでさ、宝くじなんかプレゼントするときあるじゃん。あれで、もうあれだよ、もらえばね。もしそれが当たったらさ。いろいろだ、いろいろのがあるよ、うん。いろいろ、池袋だったらパルコの裏の方歩いてって行って、ほうね、あそこね、うん。あと、なんだっけ、あそこ。反対側だったら、池袋の反対側だったらあれ。長潮病院の近く、あの周り引っ張るよ、長潮。池袋の風俗がそうよ。長潮病院の、まあ、あの周りがそう。風俗なんです。宝くじもらえないよ。うん、もう元々買わない。もらえない、買わない、興味ない。僕の父親がさ、バカみたいに宝くじ買ってたの。一切宝くじ以外ジャンブルしないのにさ、なぜか知んないけど、年末ジャンボとかなるとさ、何万円も買ってんだんだね、バカみたいに。ああいうのを見てるから買わないのかもしれないね、僕はな。バカみたい。それで全然、お決まりの10枚に1枚、まっとうしか当たらないけどさ。うん、でも、僕の父親がそうだったんだよね。だから僕は買わないのかもしれない。すごい束で高く買ってた、僕の親なんか。バカみたいに。あの金あったらどれだけソープランド行けるかと思うよ、ほんと。ね。1枚300円だもんね。あの金あったらほんとソープランドなんかさ、少なく見てもね、3回は行けると思う。ね。うん、僕のお父さんがそうだったんだ。だからそんなこともあって買わないのかもしれないね、僕はね。
嫌でしょ、嫌だよね、ほんとに。あんなもんやから使いやがって、おバカみたいにさ。いくら他のギャンブルやんないとは言って、宝くじも同じギャンブルだもんな、あんなもん。バカみたいに。もうお寺には行ってませんよ。行ってませんよ。あの父親はさ、ほんと宝くじ狂いだ、バカみたいにさ。本当競馬とか競艇は行くんじゃないけどさ、バカみたいに年末とか、夏場サマージャンボとかって買ってんだもんな。買ってたんだよ、あれな。ほんと。ほんと思うよ、あれ。あの金あったら、どんだけソープランド行くんだよ、ほんと。あれ別が僕買わないよ、ほんと。宝くじって。職場にも宝くじ買ってる人いるけどさ、僕らわかんないね、買う気持ちが。どうせ当たんねえの。当たったところで、ね、10枚に1枚まっとうか1って言ったせいだよね。うん。あんだったらね、持ってね、そんな感じ。それは買う金があるんだったらそれ貯めといて、ソープランド行った方がどれだけいいか、ね。その金をさ、貯めてさ、ね。ソープランドでお年頃の女の子のおまたとスキンシップするのがどれだけいいか、僕はそんな人間です。相当使ってたと思うよ。一回結構かなり貸すから、ほんと。2万と、うん、年間でも5万貸したと思うんで、それ何十年もだから。安く見せまで年間5万でしょ、年末の夏まで。20、うわ、すごいよ。100万以上使ってたと思うよ。ね、すごいな。僕はそういうの見てきたからね。宝くじバカみたいに使いたくないんだ、僕はね。あの親は。いけるよな、ほんと。だって。年入店料で数千、四五千でしょ。女の子1万5千ぐらいだもん。何万あればいけんもんね。うん、ジャンブラーだ、僕の親は。あ、ほんとジャンブラーだったと思う。多分競馬とかパチンコとかやらないだけでさ、ね。その代わりに、ほんと高前ね、年末とジャンボとかを買いまくってたもんな。ある意味ジャンブラーだよな、ほんとな。あの金あった、ほんとだ、ほんと。もう買いやん、買うね、だから。いけるよね。2万あればいけるもん、ほんと、ソープランドは、ほんと。で、その、僕の生活ではさ、会社内で稼ぎができない、稼ぎじゃないからさ、2万もきついからいかないだけよ。2万使っちゃったらさ、生活苦しいもんね。うん。だから、いかない。ほんと、暮らし方さ、言ってるでしょ。ソープランド行く余裕が僕があるとは言ってくる。ないから僕は、そんな余裕ないんで。その2万もそんなの使っちゃったら他のことできないからさ、ないから余裕は。余裕ないからいかないんだよ。余裕あればある、行けるよ。うん、だいたい当たんなくてね、まったくしか当たんない、ほとんど。ほとんどだよ、10。だいたい、まっとう当たれるだっての10枚買えば1枚はさ、1枚のまっとう300円だっけ。それは絶対当たる。ね、なんなかったって。うん。で、10枚だから3000円で300円だもんね。どう見てもマイナスだもんね。うん。あ、秋山さん、でも今日はね、生揚げを焼いて美味しくいただきましたよ。じゃあ今日はね、今日早かったから今日は床屋行ってきた。さっぱりと。うん。どうもありがとう、こんな感じで。3000くらいは当たってるかもしれないよ。1万とか3、そのぐらいは。でも、買った量からして、買い続けてる期間を思えばどう考えたってマイナスでしょ。うん。そう思うよ。うん。マット以外に当たったところで、1000円単位、1万単位のも当たったとしたってさ、買ってる期間とか買ってる枚数考えればどう考えたらマイナスだもん、変わんないよね。わかったかな、イチルさん。3000くらいそれは当たってると思うけどね、買った量考えればね、それぐらいじゃ、当然マイナスだから。ね。わかったかな。そんな感じです。で、僕のこと知りたい。動画に全部あるからさ、僕毎日アップしてるんでね。
そのお父さん死んなくなった動画もね、うん、先日クライカさん見たみたいだけど、あれあんな感じね、あのお父さん亡くなって、あれは僕のあの時の心情ね、素直に語ったと、うん、あんな感じです。あんな親だったからね、あんま好きじゃなかったけどね、亡くなるといろいろいろんなこと思うよね、本当ね。そうだね、宝く買うんだったらさ、僕の場合そうなんですけど、でも大体その金もないから使わないけど、うん、どうもありがとう。じゃあ今日はこの辺で終わるね。また明日ね。おやすみなさいね。あきねもさんどうもありがとうね。くらひかたさん、ケットさんどうもね。いちゅうさんどうもね。だいさんどうもね。今日はこの辺で。おやすみなさい。ちょうどあれはね、翌日にね、秋葉原であれがあったんだよね、あれ。歩行者天国が中止になる企画になったあの事件があったの。あれ前日だからあれ。秋葉原で歌ってんの。あの翌日秋葉原であの、あれあの事故があったんだよね。静岡の派遣先の会社から車で来て、そこいたじゃんあれ。あの前日だからあれ。うん。対5月だった、5月。5月の連休の頃かな、あれ。何年前。あの事故の前日ね、あれ。秋葉原で歌ってるやつ、あれ。あれで、あの翌日あの事故があったの。事件があったんだ。あ、おやすみなさい。うん。あれがきっかけでね、秋葉原変わったんだよな。あれ、歩行者天国が中心になってね。うん、じゃあ来てみようね。おやすみね。おやすみなさい。じゃあ今日はこの辺で終わります。予言はしてないよ。予言はしてません。おやすみなさい。じゃあまた明日。あ、こんばんは。どうもね。おいで、終わります。おやすみ。